お金は勝手に増えて当然なんだと思うだけ。小さな引き寄せなら毎日実感してます。食べたいものや少額の臨時収入など。大きい金額はメンタルブロックがあるのと力みすぎて難しいため、あえて少額にしている。最近は仕事が激減してたけど増えるって決めたら短期間で急に増えて、かえって忙しくなりすぎたので、自分の時間を持てる程度に入ってくると設定し直したら、今はそのような現実になっています。私もお金関係は全く不安がなくて、なくなりそうになったら臨時収入が必ず入る。これが続いているから自信満々で、何かあるとまた臨時収入があるしな、臨時収入があるの繰り返し。確かにお金のこと全く考えなくなったら入ってくること多い。自分の場合は本当に欲しいものにお金使ったり、自分のためにいろいろしてくれた周りの人にお金使ったりすると倍になって返ってくることあるよ。見返りとか気にするんじゃなく、感謝の気持ちからの感情でお金を思うと回ってくるんじゃないかな。結婚願望がゼロになった時期に、取引先として出会った今の夫に生まれて初めての一目惚れ。どうしても結婚したくて、怖すぎですね。初めて引き寄せの本を読み、パワーストーンも買ってお月様に当てたり、風水で模様替えまでして、自分の声でアファメーションを録音して聞きながら寝てました。そうしたら、こうなったら良いなと思い描いていたことが嘘みたいに次から次に自然にそうなっていって、あれよあれよと親に会ったり結納と進み、出会って半年後には結婚していました。あまりの急展開に、そして私も夫も自由気ままな独身満喫キャラだったために周りに絶句されましたが、今は結婚6年目、子供も一人いて、あの頃思い描いたままの人生です。ただ、あんなに狂ったように引き寄せやっていたことは夫に絶対に言えません。すごいです。まさに理想の叶え方。詳しくどのような言葉を録音したのか教えていただきたいです。私も引き寄せは体験談は好きで楽しみに読んでるのですが、全く自分の身には起きなくて、思い通りに幸せな結婚したい。ありがとうございます。もう書くと本当に頭おかしいというか恥ずかしくてたまらないのですが、録音アファはまだデートにも行けていない状態な時は、私は〇〇フルネームさんを自然に虜にしています。私は〇〇さんに愛されていて幸せですみたいな調子でお付き合いできて以降は、私はみんなに祝福されて〇〇さんと幸せな結婚をして毎日が輝いていますに始まり、具体的な細かいことをもうそうなっている事実のように適宜増やして100近く入れていました。実は小さい頃からここに住みたいと思っていた洋館風マンションがあって、それもピンポイントにアファメーションに入れていたんですが、そこに住んでいる二人の姿や歩いて出てくる姿を毎日のように楽しく想像、妄想していました。私は一言もそのマンションについて話したことなかったし、新しくもなくかなりマニアックな物件なのに、相手からここどうかなと提案され、本当に嘘みたいに全てが現実になりました。ちなみに、私は欲しい未来を現実に引き寄せることが得意です。みたいな文言もパワーワードっぽく録音の最初に入れていました。ここだって思ってたマンションまで叶えたとなると、本当すごすぎですね。私は引き寄せってうまくいかなくなると、どうしてもイライラして引き寄せなんて、と思ったりしてしまうのだけど、そんな時も気にせずにただ決めたことを信じてれば大丈夫なのかな。そうそう、目の前のうまくいかないことに目を向けるんじゃなくて、目標に目を向ける。目標にたどり着くまでにうまくいかないことも当然あるんだけど、それは単なる過程であって結果ではないからね。
うまくいかないときは、こういう過程をたどって目標にたどり着くんだろうな、というくらいの気持ちでいたら、紆余曲折ありながらも目標までちゃんとたどり着いてたよ。ありがとう。恋愛ってどうしてもその過程に目を向けて、うまくいかない現実に落ち込んでしまうのだけど、単なる通過点だっていうくらいの気持ちでいた方が心持ち楽だね。目標だけを見て横見しないで突っ走るくらいのイメージでやってみます。お金系など恋愛以外は簡単に引き寄せられる。恋愛はやっぱり相手あることだから難しい。自己肯定感が低いから、対人だと自分に自信なくて引き寄せられない。お金簡単に引き寄せられるのすごい。私はお金系がダメで、後のことは大体うまくいっている。だから今せっせとお金引き寄せ練習中です。お金引き寄せるコツってあるんでしょうか？勝手に増えて当然と思い込む。お金持ちマインドに慣れて当たり前にしていく。簡単なとこからだと細かい家計簿つけない。お金の勉強をする。使い方生かし方を学ぶのがおすすめだよ。3週間前に彼氏に振られて、自己肯定感をつけようといろいろ学んでいくうちに、思考を現実化したいと思って勉強してる最中。恋愛面では、今すごく私を大事にしてくれる人と巡り会えて幸せです。ただいろいろ勉強していくうちに、引き寄せの一番重要なことに親との心理的な和解っていうのがあって、それがなかなか難しい。私、本当にあれダメこれダメで育ってきたから、何やるにも親の顔が浮かぶことに気づいたんだよね。それをどうやって和解していくか、親を認めていくかが難しくて苦戦してます。和解しなくていいんだよ。辛い気持ち、苦しさなんかを教えてくれてありがとう。経験させてくれてありがとう。こんな感じで OK。 声に出して言ってみよう。親のこと、過去の終わったことになるからね。私も親を認めたり和解したりは無理しなくて大丈夫だと思います。あの時あれを親にされて嫌だったよね、わかるよ、とか、あれダメこれダメって言われて辛かったよね、とか、あんなこと言われてもよく頑張ったよね、偉かったよ、とか、そんな風に自分を癒すっていうか、寄り添いの気持ちで、まず今まで頑張って生きてきたあなたをいたわってあげるといいと思います。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。